さあ、あとは山口か。山口のイメージ、山口、こことここマジ近いらしいよ船で5分とからしいよ。頑張れば泳げるぐらいの距離。さあ山口は飛び移れぐるぐる100枚皿、うん、まあ行ってみよう。夜だ、夜だ様、それ違う。なんか新しい敵いない？アメちゃん買っちゃうんだ。ゾンビ？ファイアボール投げてきたけど。マリオかな？あ、逃がさん。やっぱこれやな。雑魚戦はこれが一番楽だと思います。鳥取は砂丘でボス戦って気がするね。あ、これか。あ、こいついたか。叩くと縦になるんだ、知らなかった。なんかやばい武器持った青鬼がおる。なんか吸われるな。死んでる。え、死んでるっていうか、びっくりした。太鼓倒せるのかと思っちゃった。倒せはしないね。倒せたら足場にできなくなっちゃうもんね。牛乳瓶の蓋にしか見えねえんだけど、これ皿なんだろう。皿といえば回転寿司の100円皿。最近回転寿司100円の皿なんてねえよな。大体マグロとかサーモンは160円か200円皿みたいな。お、いたいた。黄色のガードレール見たことないな。へえ、山口県って黄色なんだ。夏みかんの産地だったからこの色になったんだって。でも今じゃ愛媛に投げて敗北者じゃけんの。すごい多いけど、昔はねロックマンとかやってる時もさ、通常戦闘でさ、あのスペシャル武器を使うとかできなかったの、もったいなくて。もうバケルは何も気にせずにずっと変身した状態でやるけど。毎回早編も買うし、楽しなきゃ楽。買い物安いよ、見てきなーって。あ、あれ買っとこう。八尺玉、三尺玉だった。これね、ちょっと気になるのよな、範囲。見えてる範囲だとしたら、こういう引いたとこだと全員死ぬのかな。気持ちいい。あー、気持ちいい。ただやっぱ見えてるやつっぽいね。読み込めてなかったやつは。スーパーマリオに帰れ。棚田、これ棚田温泉。フグって水や空気を胃の中に吸い込んで膨らましてるんだよ。自分の体重の4倍の水を吸い込めるんだ。バイバイ。知識は自分次第っていうけど、フグの知識、ね、あって役立つことあるんですかね。まずはペナントください。山口怖っ。いって、
演技じゃ。結局こうなるよね、雑魚戦は。一番楽だもん、圧倒的に楽だもんね。よし、まずね、なんと山口が今ゴーに見えた。イオだね、今イオ、山口横から見るとイオだ。イオ光ファイバーやってそう。またマリオがいる。ニッサン青に、うん、もう壊れた。すげえ、地獄の坂、地獄坂。山口ってこんな怖いとこなんやな。おっ、今なんかいなかった。おお、フグだ。やっぱ山口って言ったらフグのイメージだよね。でも実際は山口で取れたフグってほとんどが大阪に輸出されているんで、大阪で消化してるらしいね。うわ、びっくりした。聞こえる。一応貯めれるんだね。初めて貯めたかもしれない。基本こいつの仕事は雑魚を倒すことだから、あんな貯める気にならないんだよね。早めのジャンプ大事。きついのはね。なるほど、傾いてたんだね。不良品じゃない、傾いてると。乗ってるやつが悪いんすか。そうっすか。でもマリオとかドンキーでよく見そうなね、これルートの行き方っすよね。これは金太郎さん、視界が悪すぎて何にも見えへんけどな。ちょうちん、金魚ちょうちん、ちょうちんピーン。もうお土産揃った。早かったな。うんちくが結構まだだけど。一寸強化。落ちてんじゃん。え、落ちんのこれ。大丈夫。大丈夫だった。白ぶどう強いね。ダメージ食らいながらスパーまで飛び込んできやがった。やっぱ通常は浦島が一番楽だね。あ、いた。Y シャツの Y ね。T シャツは T、 Y シャツの Y はホワイトの Y だよ。 W だろじゃあ。ホワイトにカタカナ。諸説は、ではなく
あ、漏れてんじゃん。帰るぞ、帰るぞ。こんなとこに入れるか。俺は帰るぞ。帰れなくね。あ、大丈夫か、あれ上下運動か。じゃあ帰れる。って言われてもね。あーっていた。これは罠だったね。あの左先に行って上から降りてきたから、そんなんわかるわけない。猫が柔らかい秘密。どんなスケでも通るよね。猫の鎖骨は退化して柔らかいにゃ。どこにでも侵入できちゃうなや。猫は頭さえ通ればどこでも入れるっていうよね。だろうね。今絶対間に合わないって思ったから行かなかった。よし、ゲージ回復。チェンジ浦島太郎、太郎浦島。いい防ぎっぷりだなこいつ。しかしこちらの弾は無限にあるんだ。あと一つかな。なかなか出てこねえ。戻さないと出てこないのか。これはやっぱね、メニューのここ結構空いてるからさ、ここに出すべきだったよね。別にアップデートで直してくれてもええんですね。バランス悪い。なんか書いとる。楽太郎に見えた。いる。やばいね。一個まだだよね。出てこねえからわかんねえ。いた。どうもっしゃ。肘のビリビリ、肘をぶつけるとビリビリっとするよね。それ肘を曲げると神経が敏感になるからなんだよ。これちょっとよくわかんない。もうやっぱ100個も来たらネタ切れになってきたか。うんちくも。今頭ハテナだよ。でんでん、おお、危ね危ね。タヌキのこと確認してなかった。タヌキなしということで、ボス戦。なあ、そうだよね。鳥取といったらね、砂丘ですよね。鳥取砂丘に強力な邪気エネルギーじゃ、ね、大阪の時より強いでござるよ。オッケーだよ、ね。